ルちゃん、そんな嘘でしょ。どうして。化け物、ソリュードさん、お前がやった。え、やっちまった。アスターさん、違う、これは。お前が罪もない人を。その手で、その手で化け物と化したお前が。違う、私は。いない、化け物。楽になりたいか。その手を血に染めたまま生きていくのは辛かろう。ええ、楽になりたい。ならその手のやり場はわかるだろう。ええ、これで終わりにできるのなら。そう、これで全て終わりにできるのだ。ええ、これでも終わりにしよう。終わりに。そうだ、これで茶番は終わりだぜ。な、何？何なの？大丈夫か？え？ほら。あ、もう大丈夫だ。お前は悪い夢を見ていただけだ。俺が守ってやる。これからも、ずっとな。お兄ちゃん。お、己！この美しい私に、またもこのような屈辱を。うるせえ！手の込んだことしやがって！人の心に入り込むいやらしい野郎はこれでも食らいやがれ。ここが、オレイジ様。ミルちゃん、あいつは。なぜだ、このナムチの攻撃から抜け出すなど不可能のはず。人の心をもてあそぶなんて絶対に許せない。行こうよミルちゃん。あ、それに行こう。やー、いや、これは。なんだよあれは。なんじゃあのホルムは。まさかレイズが。フォルムが蘇ってくるではないか。ゴージャスよ、今です。ソース様、今こそレイズ、イレイザーを抹殺するのです。仰せの通りに。危ないですの、凄まじいフォルムがあのバドアーマーに注ぎ込まれてますの。何ですって。レイズ、死ねえ。やった、やったぞ。ついにこの手でメイズ。
これで我が存在を脅かすイレイザーはいない。これで我が野望も思いのまま。誰か来てえな。ジュルガーがメイズだ。メイズさん、メイズさん、お姉様、目を開けてください。お姉様、お姉様。次週は生前のメイズを偲んで特別番組を放送する予定です。違います。お姉兄様の仇を討つんです。せやったなミリちゃん、この戦い負けられへんで。次回メイズ爆熱地区フーンド島の大戦、見守っててください。お姉兄様。